何これ、メレダ。メレダ結構国としては大きい国やね。大陸歴1023年6月、ソルビア帝国の外交官を乗せた船がメレダの港フリストで謎の炎上事件を起こした。ほう。帝国は事件の真相解明を求めたが、メレダ側は盗賊の焼き討ちだとして非を認めず、両国の関係は急速に悪化。生き残った船員の報告から、襲撃したのがメレダの正規兵と知った帝国皇帝マンネウス。メレダ王の火を垂らすとして王国に対し宣戦布告を行った。やばいね。翌1024年春、名称アイアースを指揮官とするニコ軍隊が、島の南東の孤島クワイリ島に上陸。その地に強固な要塞を建築し足場を固めた。そして同年9月、アイアースは1万2000兵の精鋭を要してメレダ王国の首都レギナに向け進軍を開始。レギナ。これに対してベスタリア側は、対帝国同盟協定はなかったが決して一枚岩ではなく、帝国軍に行動の自由を許してしまう。フリスト公国に侵攻を始めた帝国軍に対して、同盟国軍の多くは成り行きを、見守り、メレダ王国の援軍要請を拒否。メレダ国王モルセスは、自国の都市が暴れるのを座視できる総兵力1万を動員し出陣したのであるが、1万じゃちょっと足りないよ。帝国軍司令官アイアースの巧みな戦術と同盟軍の裏切りにより、初戦においてメレダ軍は大敗北を喫した。あかんやん。この戦いで国王モルセスと共に総指揮官であったレデッサ公爵と2人の王子も戦死。国王もういないの？王国軍は壊滅状態に陥った。敗走したメレダ軍は王都レギナに撤退。レデッサ公爵の息子ゼクスリアスが代理指揮官となり、徹底抗戦の構えを見せたが、同盟諸国はこの状況に慌てふためいて自国に撤退。これにより対帝国同盟協定はもろくも崩壊した。ゼクスは年の離れた妹ゼイドリースに王女アトルフィスを守り、彼らの姉が嫁いでいるベネチア国へ逃れるように命じ、ベネチア国ちっちゃいな。ゼイドは兄の命に従い王女を守って、南方の湾口都市フラルから島の、南東部にある巨大商業都市ベネキアへと旅立った。そして大陸歴1025年1月、ベネキア共和国元老院議事堂。さて議員の皆さん、まずは紹介させていただきたい。ここにいるゼイド王子はまだ16歳という若者ながら、すでに半年の間戦場に身を置き、ソルビアの侵略軍と戦ってこられた。だが帝国の圧倒的な兵力の前にメレダを敗北し、国王は戦死され国土も奪われた。そんな中ゼイド王子は王族で唯一残されたアトルピス王女を守り、このベネキアに逃れてこられたのです。我がベネキア共和国は正義と真偽を重んじる高潔な国であります。この二人の若者を帝国の末首から救うため、しばらくの間我が国に留まることを許可されるようお願いしたいのであります。総督、少し伺いたいがよろしいかな。私の記憶が正しければ、その若き英雄はあなたの義理の弟のような気がするのだが、いかがかな。ええ、ゼイド王子は我が妻の弟ですから、そういうことになりますね。うむ、議員諸君、どうやら総督は己の身内のために共和国を家中に投げ込むおつもりのような。我が共和国は建国以来中立を国是とし、戦いに一切関わらず平和な国を築いてきた。もし今滅亡したメレダの王族などをかくまえば、敵国からは敵視され、傭兵しか持たぬ我が国はあっという間に蹂躙されるだろう。私は彼らを捕らえて帝国に引き渡すことこそが共和国を守る唯一の道と信ずるものであるが、議員諸氏はいかがお思いか。ははは、これは博学をもって知られるダリアス教とも思えぬご意見ですね。帝国と対等に付き合っている国がこの世界のどこかにありますか。もしあるならぜひともお教え願いたい。
たとえそうだとしても彼らをかくまって我らに何の得があるというのだ。ええ、よくぞ言ってくださいました。私もまさにその点をお話ししたかったのです。私が王子の滞在を望むのは身内をかばうためではなく共和国の利益になると判断してのこそ。それを今からご説明いたしましょう。ふん、またもやリットン教の奇弁か。よくもまあ抜け抜けと。いいだろう、利益があるなら教えてほしいものだな。すでに皆さんもご存知の通り、我が共和国の領地であった2つの州が目下ガラキア山賊によって占領されております。彼らの軍勢は今や共和国の首都であるこのベネキアも飲み込む勢い。山賊で、幸いなことに、町はビルド将軍の傭兵軍によって守られており、山賊の襲撃をことごとく撃退していますが、彼らは町から出て戦うことを拒んでおり、またいつ何時我らを見捨てるとも限りません。だからどうだというのだ。そのことと慶の義弟の亡命に何か関係があるのか。冒頭にも言いました通り、フィード王子は歴戦の勇者です。そんな勇者なんかな。また彼は配下に有能な騎士たちを多数擁しており、ガラキア三国の討伐など大変もないことと申しております。またダレス議員からもご指摘ありましたように、私は、彼は私の義弟であり、その誠実な人柄についてはこの私が保証いたします。つまり我々は安全かつ強力な軍隊を得るというまたとない機会に恵まれたわけであり、いきなり軍隊になっちゃうの。これを利用しないのはよほどのバカか、何かよからぬことを考えている者以外にないと思うのですが、議員諸氏はいかがお考えでありましょうか。うぬぬぬ、まあ確かにそうだ ね、自分の国のね、人じゃない兵隊が使えるんだったらそれ使うよね。では特に反対意見もないようなので、ゼイド王子とその一行を共和国の賓客とし、合わせてガラキア三族の討伐を依頼いたします。ウェーイ。ふん、まあいいだろう。それは認めるとして、リットン教は何か大切なことを忘れてはいないかと申されますと、ゼイド王子はいつまでにガラキアの三族を蹴散らしてくれるのだ。それを言ってくれると我らは同意のしようがないではないか。それは王子とご相談の上、後日ご返答を。いや、総督に聞いても分かるまい。ぜひ同時に直接お伺いしよう。3ヶ月いただければ討伐いたします。いいだろう、もし約束をたがえば総督は信用を失い失脚は免れる。王子らもこの国にいられなくなるが、それでも依存はあるまいな。クククククいいだろう、楽しみしてるぞ。クククク申し訳ありません、リットン卿。あなたに相談もせず、返答したのは軽率でした。気にすることはありませんよ、ゼイド君。ダレス議員の策略にはまったことは事実ですが、彼は昔から私の政敵なのです。チャンスさえあればどんなことをしても追い落とそうとするでしょうし、彼にはその権利があります。それよりもゼイド君、本当にわずか3ヶ月で討伐が可能なのですか？約束したからといって無茶は困りますよ。あなたにもしものことがあれば、私はベアトリスに恨まれますからね。ま、あなたったら。でもゼイド、本当に大丈夫なの？久しぶりに会えたのにすぐに出陣だなんて、元老院はひどすぎます。ゼクスならともかく、あなたはまだ子供なのだから、三族討伐なんて無理に決まってます。ベアトリス、君が祖国を離れたのはもう10年も前のことですからね。ゼイド君を子供のように思うのは無理はないでしょう。でも彼はもう立派な大人ですよ。だからこそゼクス殿も王女を託したのでしょ。でもあなた。姉上、お気持ちは嬉しいのですが、リットン卿に言われる通りです。それに私はいつまでもこの町に留まっているわけにはいきません。兄上が解放軍を組織されるまでに、私もどこかで足場を築き力を蓄える。うん、いいね、ゼイド君、前向き。そしていつの日か必ず帝国軍を追い出して、兄上と共に王国を再興するのです。どんなに苦しくとも必ず父上のご意志を成し遂げます。兄上と二人でそう誓ったのですから。ゼイド、あなたからそんな言葉が聞けるなんて。そうですね、あなたはもう立派な大人、そして英雄と呼ばれた父上の子なのですね。英雄なの、父上。ゼクス殿の安否がわからぬ今、ゼイド君にかかる責任の重さは私たちの想像を超えるものです。私はゼイド君の判断を信じます。見守るしかできませんが、できるだけの協力はいたします。ありがとう、あなた。ではゼイド君、出陣する前に状況を少し説明しておきましょうか。はい、お願いします。
まず敵の本拠ですが、彼らの砦は炭鉱都市テーベの北にあり、廃墟となった古代遺跡に手を加え山菜としています。山岳は攻める側にとって最も厳しい難しい地形ですから、よほどの準備がない限り進撃を控えるべきです。山賊の頭目はタイロンという男ですが、残虐の上に戦闘力もかなりのものですから、戦う時は注意をしてください。現在港町エリサが占領されていて、住民はひどい扱いを受けています。ただ北西の山村ルッカだけは自警団の働きで山賊を撃退しています。彼らとは一刻も早く話し合うべきです。きっと力になってくれるでしょう。ベレキアの町にはビルド傭兵軍が駐屯しています。かなりの強力な軍隊ですから、町の守りは彼らに任せておけば大丈夫です。彼らは町から出撃することを拒んでいますが、傭兵軍ですから金さえ出せば協力するかもしれません。私が説得します。もう少し待っていてください。ありがとう。では運を祈っていますよ、ゼイド君。あなたの力が試される時です。頑張ってください。はい、この力の限り。はい、ということで、今回ちょっとね長くなっちゃったんですが、動画のパートはね、あの2つに分けて、紹介したいしていこうかなと思います。はい、じゃあ今回ですね、ここで一旦終了させていただきますね。はい、じゃあですね、また次の動画で会いましょう。